おはようございます。今日どれやろう。今日図書が今回初めてなんですよ。うん、図書はね、白紙？白紙。あれの仲間ですよね。あの心拍とか。普段の手入れっていうのは、この芽摘みですよね。これ新芽を、はいはい、こう少し残してこう抜いてください。へえ。ここに。あ、上の部分だけ取るみたいな。そう。それとね、これ綺麗好きなんですよ、図書ってのは。はいはい。だから懐にあるね。うん。こういうフロア、はい、枯れてる葉っぱあるでしょ、はい、こういうの取ってやんなくちゃいけない。茶色くなってんのもね、ピンセットで取る。あれ見えねえな。こういうのがね、図書のほら、これあるでしょ、これ茶色いこれ、はいはい、こういうの取ってやんです。これ残ってるとね、芽があんまり出てこないですよ、これね。うーん、いっぱいついてるでしょ、これ、はいはい、手で取っちゃう。ありました。大体取れたんですね、ね、うんうん、そしてあと、あ、これが完成木ですよね。これ完成、これが完成木、うん、こんな感じになるんです。 こっちの図書もこういう風になればいいんですけど、うん、この芽摘みとこの掃除、はい、それから針金掛け、うん、それでこういう風に作っていけたらなと思うんです、うん、まだ幹がこっちまだ細いですからね。そうですね、葉っぱもこっちの方が細かいですよね、うん、そう、細かい。あ、ちょっとこっちは柔らかいですね、うん、ちょっと発祥がいくらか違うみたいです。いや、これが高峰図書。これは高峰図書、うん、でこれだけ八つ房なんですよ。こっちが八つ房、正直違いはわからないです。図書、これ葉っぱの柔らかいか、そんなところでしょ、八つ房、ね、うん、ですね。じゃあ、あのネズミ刺しはもっと葉っぱが硬いですからね。はいはいはい。いうんだ、手に刺さっちゃうから、うん、まず鉢ここに用意してあるんですね。そうです、買ってきました。こういう鉢が、はい、うん、どうかな、うん、丸っこいのばっかりだから四角いのいきましょう、これ、はいはい、四角で、でね、これはね、あ、400円って書いてある。400円分山、分山、分山のこう手で、手でって鉢、うん、有名なんですか、分山、うん、分山って鉢の作家でよく聞くじゃないですか。分山、この鉢全部手での鉢に入れますから、はい、だいたいこう心拍関係に近いやつは、うん、心拍に近いやつってのはこう手での鉢が合うんですよ、うん、心拍はほとんど手での鉢に入れますからね、はい、ただしね、あんまり今売ってないよね、この手での鉢っていうのは。そうですね、じゃあこれでやっていきましょう。わかりました。ちょっと枝抜きます。はい、あの枯れてるとこさっきと同じように、うん、あの枯れっぱ先に取ります。結構枝伸びちゃうんですね。これ伸びてるんですね、うん、これもやっぱ芽摘みとかですか、うん、こう芽摘みすると、はい、これはもっと詰まってきて、うん、でこう幹に近づいてくるんです、葉っぱが、食いつきみたいな枝が作れる。なるほど。これ芽摘みしてないとこう芽が出てこないですからね、はいはいはい、ここね、ちょっと切ってきますからね。芽摘みの時期は今頃ですか。今頃、うん、今5月の連休終わったその後ぐらいにこう芽が伸びてきますからね。なるほど。それをこう摘んでいく、うん、そうするとこう元のこいつ、これは出てないけど元に芽がいくつか出てきますから、はい、こういう分かる芽とかね、こういうところに出てきます、はい、心拍に近い木ですから、年上はシャリとか、はい、ジンはありですかね。そうですよね、よく見ますよね。ちょっと大きいけど、うん、これ入れましょう、はい、で伸ばせばいいですから、うん、図書ってあんまり大きい木大きい、あんまり見ないじゃないですか。図書だと太い木もあるし、いやでも挿し木で増えるのに心拍と比べて数が少ないでしょ。あるけど、私が入った頃はね、図書結構あったんですよ、うん、そうなんですね、うん、人気とかそういうこと、心拍は人気あるから。あ、やっぱりそうなんです。結構図書は心拍に比べて安かったですかね、まあね、うん、盆栽祭りなんかでも結構出てたんだけど、ええ、で、熱らなり枝をこう伏せちゃうんです、ここに、うんうん、こうにして、でこういうところからこの枝を幹にしたんです、うんうん、ここにこういう作り方があったんですね。衣替えして心拍にしちゃう人もいるから、だから図書が残ってないのかもしれない、うん、衣替えしちゃうと土井が厚いで、図書の途中を心拍にしちゃうんです。これ図書に心拍ついたりしてるね。へえ。シャリが面白いんですよ。図書は図書。そうですよね。荒々しいんです、うん。柔らかいっていうか。心拍のシャリとは違うからね。ちょっと違うんだけど、それを見せたいから、糸井が厚いじゃんっていうのもある。見えた。見えた。
髪の毛になって髪の毛ですね。同じ位置から出て、はい、これどっちか落とさなくちゃいけないですね。はい、髪の毛取ります。これ髪の毛取ります。ここね、あとここですね。これがね、同じ、はいはいはい、これ並んじゃってた、うん、これもどっちか抜かなくちゃいけないんで、この間延びしたやつは抜いちゃいますね、これね。だから右左、右左って、うん、右左、右左ってで、正面をこっちにすると、うん、はい、こう後ろ枝が結構あるでしょ、これこう正面にして、こういう風に作っていきます、後ろ枝の手で。もう模様着ですよね、うん、だから作り方はこれね。じゃあ針金かけちゃうか。はい、これ何ミリですか。これ 1.5、 これ2ミリ幹にかけた。幹のは2ミリ、2ミリが幹にかけて、はい、1.5 をこの枝にかけて、はい、本当は銅線かけるんですよね、これね。そうです、まあ、でもだけどあのアルミ線でいきます。幹と針金の太さは同じぐらいです、うん、これかけられるようになってね、これね、押さえ、このこっちの手の針金の押さえがきちっとしてないと、ね、こういうとこかからない、うん、そうですね、動いちゃってぐるぐるなっちゃうんですよね。あと枝を整えていきますか。もう正面にしましょう。雑木と違って枝はだいたい下げていきます、うん、はい、ちょっとここ見てください、これ、うん、角度、はい、これだいたい開き角度が90度ぐらいになってるでしょ、これ、うん、これもっとこうぐーっと30度ぐらいまで締めてやるんですよ、うん、ここに。それで先端で開いていくって形、うんうん、全部こういうとこ締めてやるんです、はい、角度締めて下げると。どの木でも同じですかね、この枝のこうし角度をこう締めるっていうのはどの木でも同じです、はい、雑木でも、雑木でもそうですね、うん、黒木でも同じで、枝の配置としては下の方がガッと下がって、はい、ちょっと上の方行くとちょっと上向いて、うん、水平よりちょっと上ぐらい。これ幹ずっとこれが頭ですよね、うんうん、でこれ枝厳しくこう曲げたりするのは、うん、秋とか厳しく、ね、今は大丈夫です。図書はちょっとあんまりやったことないけどね、うん、暖かいちゃうのがいいんじゃないですかね、これね。あ、そうなん、あの心拍なんかだと皮がつるってねじると剥けちゃうからね、図書、うんうん、はいはい、は大丈夫でしょ、そんなきつい、うん、針金かけしないから。ちょっとね、今これはまった状態ですけどね、はい、バーッと外広がった状態だけど、これが中へ目を吹かせて、うん、そしてどん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 中へ切り込んでいく、うん、そういう形とんないと。なるほど。今が間延びしちゃったんですよね、これからね、うん、間延びしてますね。もっとこういうとこにこういう目を生かして、うん、この目が充実してくればここで切れる、ね、だから光を入れてあげると、ね、うん、そうそうそう、風通しよくして、うん、火によく当たるようにして、うん、なるほど。今度は植え替えましょう、これ。はい。やっぱ根が回ってますね。このぐらいか。この下の網留める針金で、これで木固定しますから、うん、はい、結構出てきました、うん、こんちょっと形変わるよね、これ、うん、ここまで埋まってたんですか、うん、ここまでね、違うんです、うん、ほらこう掘ってみると、こう模様が入ってんだよね、ここね、はいはい、ちょっと最初の構想と変わっちゃったけど、うん、こう広ってこう長い感じで作ってみたのね、うんうん、ここに一番下の方にちょこっとした模様が入ってるんですね、これね、はいはい、掘り起こしたところ、うん、これ生かして
で粘りが見えるようにして、でこれで鉢に入れましょう。はい、これ正面も変わるな。正面変わるこんな感じでいいぜ。ちょっと根っこ切んないでやりますかね。はい、ここから根っこ出て、ここまで埋まってたんだ。そうですね、だいぶ出てきましたね。うん、最初の構想と全然違ってた。全然違いましたね。出てきたからね。全然濃い感じになる。じゃあ水やります。これ水をつけちゃうか。これあれ、なんだこれ、穴開いてんだこれ。穴開いてる、ほら。なんだよこれ。水浸しだよ。日ごけも大丈夫なんですか？日ごけはいいよ、これ。これ入れるから。はい、日ごけっていうのは、水があんまりないところが入ってきますよね。日ごけは。日ごけって苔じゃないんですって。なんか種類が苔科じゃないんですって。なんだろう、苔じゃないのこれ。そこまで調べてないんだよね。地生、そう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 、共生、共生類。うん、完成。完成、ありがとうございます。最初と変わりましたね。最初の構想は苔じゃなかった、ね、こっちここがやって流れてる。なるほど。根っこがこんだけ剥がれてたのね。これ今後のお仕事、これはどういうことをやれば。今度は芽摘みやって、うん、で多分もうちょっと経つと落ち着くんで、はい、肥料やって細かい芽いっぱい出させないと。そうですね、内側に芽を出させて作っていく、うん、そう、こういうところで細かい芽いっぱい出させて、こう平べったく作っていくんですよ、これ。さっきの、うん、こういう風になるにはどうこれ相当時間かかる。そうですよね、芽摘みやってないと外でどん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 伸びてきちゃうから、はあはあ、でこう中へこう日が入んなくなっちゃうから、うん、こう枯れてる葉っぱを取ってやんないと。なるほどね、これ綺麗になったでしょ、これ。ちなみにこれとかって結構芸が入ってるじゃないですか。根も幹のところにねじったりとか入ってるじゃないですか。こういうのもできるんですか。できるよ、こういうのって。うん、そう、グイッと曲げちゃう。心拍と同じように、うん、こうジンとかシャリとか。なるほどね。これジンか、これ。こういうふうにもできる。うん、こういうのできる。ただ心拍のジンとは違うジンなんですね、形がね。はいはいはい。うん、あとは厳しいとんがったようなジンです。うん、シャリか。はいはい、シャリ。例えばね、ここの木が枯れちゃって半分で生きてるとか、はいはいはい、そういうシャリで、上の方が腐って落っこっちゃって、うん、で先がとんがってるような感じ。なるほど。心拍の字とはちょっと違うな。こっちはこっちで面白そうですよね、うん、やっぱり、うん、なるほど。というわけで、図書でした。ありがとうございます。はい。